です。今回はですね、今はね穏やかな気分だったので、優しいねイラストを描いていけたらなっていう風に思います。イライラした時とかすごい悲しい時とかね、もう何も考えずにわーって描く時もあるんですけど、落ち着いてる時とか、まあいいことがねあった日とかっていうのは基本的にね空描くことが多いなっていう風に思いましたね。なんでかっていうと、多分広いからだと思うんですよ。広範囲に塗れるので、まあ、グラデーションとかね、この大胆な色の表現ができるのが、まあ、やっぱ空描く時のね、まあ、メリットかなっていう風に思いますね。まあ、空の描き方とか雲の描き方っていうのはね、過去の動画にもいくつか上げてるので、まあ、よかったらね、あの参考になるかわからんけど見てってください。まあ、基本的に空っていうと青とかね、夕方だったらオレンジで、夜だったらもう暗いね黒とか紫っていうイメージがあるんですけど、まあ、普段ではあんまり見ないような配色、紫から青になってピンクになって黄色、肌色みたいな、本当だったらこんな空ってなかなか日本で見れるかみたいな感じだと思うんですけど、まあそういうね空を自由に描けるっていうのも、まあ、やっぱりこういう絵のいいところでもありますよね。で、今回使ってるのはアクリル絵の具ですね。ちょっと前の動画でね、このチャンネルは私がもう本当に自由にね好きなように描いてるだけでいいのかなみたいな話したんですけど、その描いてるところを見るのが好きなので、あのぜひもっと描いてくださいみたいなねコメントがたくさん来ててね、本当にありがとうございました。で、結構コメント欄とか見てると、あの絵はね全く描いたことないし描かないけれど、この描いてる過程を見るのが好きっていう方もね結構いらっしゃるみたいで、あーなるほどって思いましたね。私的にはもう勝手に芸大受験の人とか、あのまあ絵をねちょっと本格的に上手くなりたいなみたいな方が多いかなと思ってたんですけど、まだ言われてみれば私もね粘土とかそういう系ってもうほぼ触らないんですけど、その粘土のチャンネルとか、あとひたすらになんかホットケーキを作るチャンネルとかよく見てたりするんですよね。で、よくコメントでね、どんな YouTube 見てるんですかも来たことがあるんですけど、まあそういうひたすら黙々とね作ってる YouTuber さんも好きだし、もちろんね絵描き YouTuber さんもね尊敬の眼差しと、おっていうちょっとなんかライバルっぽい目線で見たりする時もあるんですけど、まあ8割以上私ゲーム実況しか見てないんですよね。本当にもう12年ぐらい前から、もうニコ動時代からもうずっとねゲーム実況とか歌ってみたとかね、あのボカロ全盛期をがっつり歩んできた人間だと思うので、高速マリオ実況とかね、もう古いものからね最新のものまで結構私自身もゲームやるんで、まあそういうのが多いかなっていうふうに思いますね。で、まあ話はねかなりそれじゃったんですけど、まあそんな感じで雲を描いて、まあ、もうすぐ完成ですね。まあ空ってね、もう本当に背景グラデーションにして雲をねドンって描いて、もうちょっと絵の具を飛ばしてみたいな感じでね、比較的あのステップ数が少ない絵かなっていうふうに思うので、まあ、よかったらねあのチャレンジしてみてください。よかったらね他にも絵の描き方動画とか画材のレビューとかめっちゃ上げてるので、まあ、チャンネル登録はお任せするんで、高評価はもうほんまにモチベになりますということで、一緒に画力を上げていくために頑張っていきましょうね。じゃあバイバイ。